リジ JSP217 リジェオートモーティブは様々な国際大会に出走するプロトタイプレーシングカーを専門としたレーシングカーの設計、製造、販売を行うフランスの会社である。前身のオンロークオートモーティブは2012年にジャックにこれによって彼のレーシングチームであるオークレーシングのレースカーの設計、製造、 販売部門を独立会社として分社化する形で設立された。オンロークはギリジェと合意を結んで、オンローク製の新しい開発車両の社名にリジェの看護をつけるようにした。2018年12月、親会社エバースピードのブランド変更と再編成の一環として、オンロークオートモーティブがリジェオートモーティブに変更されることが発表された。前身のオンロークオートモーティブのルーツは、 2007年にペスカロロスポールが設計したルマンプロトタイプのペスカロロ01の製造継続とオークレーシングとの共同開発をするという内容で2009年12月にペスカロロスポールの製造部門をオークレーシングが引き継ぐ合意をした時点まで遡るオークレーシングは当時ソルニエレーシングというチーム名であったが2008年にペスカロロ製レースカーの顧客となり ルマンシリーズに2台のレースカーを参戦させた。ペスカロロスポールが関材人による管理下に置かれた時、オークレーシングが結局唯一の開発会社となり、そのレースカーはオークペスカロロの名で販売活動が行われた。2012年に新しく発行されるルマンプロトタイプのレギュレーションに合わせるために、各チームは既存のレースカーを新設計の車に、 交換するかレギュレーションに適合させた改良チームが所有する車に施すか、いずれかの対応を求められることになった。オンロークは既存のペスカロロのシャシーに新設計の開発を加えた車を作り、新レギュレーションに適合した車を求める他のチームに販売を実施した。オンロークはモーガンと提携を結び、LMP1 カーには多くペスカロロの名前を保持しながら、 新設計の異なる LMP2 カーに、モーガンの冠名を付け、モーガン LMP2 として、ブランド化した。2013年中に、オンロークは、グループ CN 用のプロトタイプレーシングカーのリジェ、JS53 の進化版の開発と販売を援助する提携をギリジェと結び、2014年に、リジェ JS55 の名で知られる、運転席が、クローズドタイプの発展系を設計した。 この提携の合意は2014年初頭にオンロークが設計して完全に独力で製造した新しい LMP2 カーの命名権にも拡大されて適用されその車両はリジェ JSP2 と名付けられたオンロークとリジェは2015年にヨーロピアンルマンシリーズに新設された LMP3 クラス用の新車誌リジェ JSP3 を JSP2 と合わせてサポートしている。2017年に国際自動車連盟、フランス西部自動車クラブの新しい規制変更に備えて2016年に考案され、オンロークオートモーティブは全く新しいシャーシをゼロから構築し、リジェ JSP2 の車のメカニズムの改善に重点を置いたリジェ JSP217 を発表した国際モータースポーツ協会の ユナイテッドスポーツカー選手権用に作成されたドッピー規定では、日産とジョイントし、リジェ、日産ドッピーを制作した。2018年、親会社の自動車資産のブランド変更と再編成の一環として、リジェオートモーティブに変更。2019年、2020年から導入される新たな LMP3 規則に基づいて開発されたニューモデル。 リジェ JSP320 を公開した。2020年には、プジョーと提携し、プジョーが2022年により、FIA 世界耐久選手権の LMH クラスに投入するプジョー QX8 の空力、開発パートナーを務めている。ありがとうございます。